はい、おはようございます。ホッサーです。普通列車乗り継いで日本縦断の旅も今日6日目の朝でございます。現在時刻ね、朝の6時ちょっと前ということで、今青森駅まで歩いています。いや、青森やっぱ寒いな。この時期もう4月の下旬なのに、この時間だとちょっと見えないかもしれないですけど、うっすら息白いですもんね。で、今日6日目の、行程を先にもうバラしてしまいますと、今日ね、札幌到着がマストになります。なのでこの後ね、いよいよ、津軽海峡を渡って北海道に渡って、函館経由して札幌という、ルートですね。昨日少しね、青森に到着して街中散策したんですけども、やっぱり駅舎はね、新しくなってましたが、街中はほとんど変わってないですね。僕の知ってる青森でよかった。ここに今商店街がこうなってて、正面は青森駅ですね。これ青森駅なんですけども、本当駅の 2,3 分歩いたところに、これアウガだったかな、なんかビルがあって、でここのね、地下にね、市場みたいなのがあるんですよね。これ朝5時からやってるんですよ。ほらほら、もうやってる。すごい、やっぱ青森は朝が早い街だな。それで青森駅の改札のね、ここが改札なんですけども、横っちょにこのリンゴジュース専用自販機があって、このなんだろうね、数量限定のこれ340円のね、ジュースが売ってるんですよ。昨日ちょっと見て、これはちょっとぜひ飲んでおこう、はい、ということで世界一リンゴジュース買いました。340円で、このパンなんですけど、これはね、ホテルの朝食付きだったんですね。ホテルがで朝早くて食べれないよっていうの言ったら、なんかくれました。これで工藤パンって、青森とね、僕岩手と青森しか見たことないパン会社なんですけどもね、見た目は某パンのあれでそっくりだけどね、これ工藤パンめっちゃうまいですよ。青森とか岩手の人はぜひ買ってみてください。美味しいですよ。で、今日の予算がこちらから340円引きましょう。340円引いて、よし、これでやっていきましょう。はい、まずはね、これに乗って津軽線かな、蟹田駅に行きます。はい、列車ね、もう間もなく蟹田駅なんですけども、今この車両僕だけになってしまいましたので、ちょっと喋りましょうか。この津軽線はね、青森と枯れたかなでは普通に走ってるんですけども、その先終電は民間屋駅っていうところらしいんですが、民間屋駅と蟹田駅の間は今、ね、鉄道は普通になってるみたいなんですよね。なんだろう、災害とかあったのかな。なんで蟹田駅から先は代行バスが走ってるみたいなので、それに乗っていくことになります。はい、代行バスでね、津軽二俣駅よいしょ。で、こっち、これがね、新幹線の奥津軽馬別駅ですね。ほんとすぐ横なんだけど、駅としては別の扱いみたいですね。津軽海峡を渡って北海道に渡るわけなのですが、奥津軽馬別と北海道側の一番端っこ、南の端っこである木古内駅の間っていうのは、新幹線と貨物列車しか走ってないんですよ。在来線は走ってないんですね。なので、普通列車で日本縦断とは言いましたが、この区間だけはね、もう普通列車で行くことは不可能なので、これから新幹線に、乗ります。はい、それでね、この後も、東日本北海道フリーパスで進んでいくんですけども、奥津軽馬別と木古内などは新幹線に乗ることになるわけなんですけども、この場合のルールというのが、ちょっとよく分からなくって、一応ちょっと読んでみますね。特急券新幹線を含むご利用の場合は別に乗車区間分の所定の運賃料金が必要です。ここだけ新幹線に乗ろうとか特急に乗ろうという場合は別に乗車券も買わなきゃこの切符では乗れませんよってこと、これは分かったんですけども、新青森函館北斗の相互発着の場合に限り別に特定特急券をお取りいただければ北海道新幹線を立ち席でご利用になれますって書いてあるな。多分これは新青森と函館北斗の間の
発着であれば特急券だけ、なんか特別な特急券があってそれだけ買えばいいっていうことだと僕は思ってますが、ちょっとこれからね、あの窓口に聞いて買ってみようと思います。今買いました。靴がれ別から校内までの、特定特急券ですね。1520円でしたね。やっぱりそういうことなんだな。さっき言った通り、フリー切符で乗る場合はこの区間だけやっぱ特別なオプションが用意されてたみたいですね。ちょっと予算を引いとこう。はい、こんな感じですね。8時12分発早稲田93号新函館特急行きの到着です。ご乗車ありがとうございました。お客さんの今の到着です。内側通車2階です。2階へとお上がりください。新幹線のね、木古内駅から在来線の木古内駅に、移動してきました。今はね、ここは道南いさりび鉄道、はい、ということで函館駅ですね。よく見慣れたこの鉛筆立てみたいな駅舎ですけども、函館駅パッと見た感じは変わらないかな、以前来た時とあんまり変わってないかなと思いきや、なんかそこになんだあれ、函館駅前横丁なんていうなるものができてるな。僕来た何年ぶりだろう。コロナの前だから4年ちょい前ですねぐらいだけど、これができて以外は駅前の風景は、変わってないな。はい、でね、今日の立ち寄り観光はこの函館でやっていきたいと思います。乗り換えね、乗り継ぎ時間約2時間ぐらいあるので結構ゆっくりできるかな、いつもにね、という感じで、ございます。それでこれ駅前、これもすぐ駅ですけども、この駅前がね、一番ちょっとこの函館グルメが分かりやすいんで、朝一、まあ海鮮とかね、この辺食べる人はそこに行くのが一番近くておすすめなんじゃないでしょうか。で、有名なビッグイグルメの長谷川ストアさん焼き鳥弁当、これもめちゃくちゃ美味しいんですよね。でやっぱりね、函館来たら僕が一番好きなのはラッキーピエロかな。もうこれですね、この食べ物、はい、ラッキーピエロの函館駅前店さんですね。まあ、もうかなりメジャーになりましたけども、ご当地バーガー日本一、これはね本当美味しいですよ。僕はまだ実はね、ハンバーガーってそこまで好きな食い物じゃないんですけども、これを食べた時はねちょっと衝撃受けましたね。とにかく本当に美味しいんで、函館来たらやっぱここを寄らないってことはないから、僕の中では函館駅前店さんなんですが、駅のすぐそばってことでちょっと混雑するんですよね。なので函館駅周辺にはね、徒歩で行けるお店がね、僕の記憶が正しければ4軒あります。で一番ね、穴場というか空いてる場所があるので、ちょっとそこまで少し離れてるけど、ちょっと歩いていきましょう。散歩しつつね、はい、15分ちょっとね歩いてきまして、ラッキーピエロ十字街銀座店さんに来ました。すぐ前ですね、この辺がね、電停の十字街電停かな。なのでそこからだともうすぐ歩いてすぐの場所ですね。で、まあ、このお店ね、あの函館駅周辺の中では穴場の店でもあるんですけども、昔僕が初めて北海道来た頃、十数年前ってまだ結構どこでもタバコ吸えたんですよね。この十字街店さんは珍しく、あの館内禁煙、店内禁煙になってて、僕タバコちょっと苦手なもんで、どうしてもなんでね、ここがね好きだったんですよね。函館来てラッキーピエロ売るときは、まあ、ほぼここに来ます。サンタクロースかなんかね、テーマなんだな、ここは。はい、注文届きました。ハンバーガー2個と、コーヒーですね。でね、なんでこのハンバーガー2つかっていうと、これが人気ナンバーワンのチャイニーズチキンバーガーで、こっちがラッキーエッグバーガーなんですけど、これね、コーツ捨てがたいぐらいうまいんですよ。どっちもお二人も大好きすぎるんで、頼みました。でお代は1194円でしたね。はい、じゃあ計算しておきましょうか。1194円と。
はい、一応ね、他のお客さんもいらっしゃったので、あんまりこう店内でね、あんまりベラベラ喋らなかったんですけども、一応解説しておくと、チャイニーズチキンバーガーっていうのは、まあ、人気ナンバーワンメニューらしく、でなんかね、唐揚げが入ってるんですよ。鶏の唐揚げが3つぐらい入ってて、タレがね、なんとも言えないんだな、これが。なんつうんだろう、すごく言語化するのが難しいんだけど、甘辛くてね、なんかあんまりあるようで食べたことないような味なんですよね。それにマヨネーズソースが絡んであって、まあ、バーガーしてあるようなやつですね。でもう一個のラッキーエッグバーガーは、ハンバーグに目玉焼きだから、まあ、オーソドックスなんですけども、これもねまたね、ソースがなんかね、ミートソースでもないんだよね。でもそれに近いような味で、ただマイルドなの、結構すごいマイルドで美味しいんですよね。僕函館住んだらね、毎日とは分かんないけど、マジで週3回分ぐらいで行っちゃうね、これね。絶対太るわ。函館の人はそんなにいかんのかな、地元だから。ラッキーピエロはね、ぜひ、行ったことない方は行ってみてはいかがでしょうか。本当ハンバーガーのね、概念が変わるぐらいの衝撃を受けると思いますよ。まあ、あとここから駅までは15分ぐらいなんですけども、時間もね、まあ30分ぐらいあるな。ですがちょっとピンチです。ラッキーピエロで食べ過ぎたからね、お腹が痛い、やばい。僕ね、本当年齢の割にはね、体力とかむちゃくちゃあるし、体が弱いとこって基本的にはないんですけど、お腹すぐ壊すんですよ、マジで。もうアイスとか食べるとね、一日もトイレから出れないぐらいお腹が弱いんで、ちょっと調子に乗ったな、これ。ここで出してしまったら、ちょっと人としての尊厳を失ってしまう駅まで行かない、トイレはねえな、多分。ちょっと早く行こう。よし、函館駅からね、長万部駅の普通列車に乗っていきますが、これまだいるんだね、この列車。はい、長万部到着しました。ちょっとね、霧がかってきて小雨がパラついてきたな、寒い。はい、長万部からね、次の列車まではちょっとね、待ちがあるんですよね。1時間半ぐらい待ち時間があるので、少し駅の周りを散策してみます。寒いけどね、まあ、散策といってもまあ買い物なんですけども ね北海道で買い物といえばやっぱりセイコーマートですよね。もう北海道来た方であればおなじみかと思いますが、これからセイコーマートに行って今日のおやつと軽くなんか買い物をしていこうと思います。はい、セイコーマートでお買い物完了でございます。セイコーマートって北海道来たことない方にとってはなじみがないと思うんですけども、本当に北海道と、まあ、あと一部ね、茨城と埼玉だったかな、ちょこっと店舗がある、まあ、ローカルコンビニ、ローカルチェーンコンビニなんですけども、これね、とにかくね、うまいんですよ、本当に美味しいの。特に僕が好きなのはプライベートブランドのパンシリーズと、あとね、100円ちょっとで買える、今ちょっと値上がりしちゃって150円弱ぐらいになったかなと思うんですけども、パスタシリーズで、昔100円だったんですよ、税抜きでそんなようなパスタがあって、めちゃくちゃ美味しかった、美味しいんですよね。まあ、昔日本一周自転車旅とかね、行ったんですけども、まあ、その時は本当にセイコーマートさんに何度救われたか分かんないっていうぐらい利用しましたね、僕、セイコーマさんは。すごいのがね、もう本当に偏僻なところ、人があんまり住んでないんじゃないかなっていうようなところにもお店あるんですよね。なので、まあ、自転車だと1日100何十キロとは漕ぐんですけども、その時にやっぱりここは何にもないぞっていうところにもいきなりポンとあったりしてね、助かった、これがなかったら本当もう腹ペコで動けないよみたいな時も結構ありました。なんで久しぶりにセイコーマのパンが買えてちょっと嬉しいですね。
はい、それでこの後の列車なんですけども、この長万部からね札幌に行くのってこう2路線分岐するんですよね。今の主要ルートはこう海側をずっと渡って室蘭とか通ってね、苫小牧通って上がって札幌っていう室蘭本線かっていうルートが主要なんですが、今回はねこう山通ってねニセコとか倶知安、余市通って小樽通って札幌っていうルートで、行ってみようと思います。このルートって新幹線が延伸された時に廃線になっちゃうみたいなんですよ。ちょっと決定かどうか僕詳しくなくてあれなんですけども、どうやらそんなような感じの模様なんですよね。札幌までの延伸が2030年頃でしたっけ。この後来れないかっていうと微妙ですけども、乗れるうちに乗っとこうと思って今回はそっちの山線、いわゆるこうニセコとか倶知安周りの方で、この後進んでいきたいと思います。はい、小樽行き乗っていきましょう。今度はちょっとあれだな、新型っぽいやつだな。はい、列車ね、倶知安駅で停車中ですね。見て正面、羊蹄山がむちゃくちゃ綺麗や。すごい美しすぎるだろう。向かいかね、鳴らしていいのかな、なんだい、あなた。小樽です。札幌駅乗れるかな。次の停車駅、はい、ごめん、まずいぞ。南小樽です。乗りたい、ちょっと待って、乗りたい、乗りたい。なんとか札幌駅乗れましたね。ギリギリやった。でもこれで札幌行って今日は終わりって感じですかね。はい、ということでね、札幌駅無事到着しました。今日もなんとかね予定通り最後まで来ることができました。で、小樽までの長万部から小樽のね列車が結構遅れてまして、小樽で少し寄り道しようかと思ったんですよね。ただそれができなくってもバタバタになっちゃいましたが、小樽駅舎とかね駅前とか少し見たかったんですけど、まあそれだけ残念だったかなっていう感じですね。はい、ホテルチェックインしました。むちゃくちゃ広い。ホテルの価格がですね、ネストホテル札幌さん、衝撃の4500円。もともとシングルだったんですけども、まあなんか部屋が空いてるってことでもっと広い部屋にしてくれたみたいです。4500円ので、あと、夕ご飯またセイコーマートね、札幌のセイコーマートで買ってきました。これがこれも598円。はい、持ち越しがこれだけ、おかなり余ったね。はい、ということでね、普通列車日本縦断の旅、6日目も予定通り札幌まで来ることができました。いや、やっぱ北海道はいいね。とにかく食べ物が美味しい。てか、セイコーマートとラッキーピエロしか食ってないけど。で、明日が、最終日になります。で、まず最初の関門は、朝6時のね、列車に乗らなきゃいけないんですね。これを逃すとアウトです。なので、まあ5時には遅くても起きなきゃいけないか。はい、それだけまず最初の関門ですね。ということで、もうご飯食って去って寝たいと思いますので、またね、最終日、良ければご覧になってください。ということで、6日目は以上で終わりになります。おさでした。失礼します。